こんにちは。こんにちは。エンジョイ BJJ ライブの松井です。普段僕の YouTube や各社 SNS に登場してくれている彼、西岡くんなんですけども、僕の周りでもこの西岡くんって誰だっていう話がちょっと出てきてるので、ちょっと今更ながらご紹介させていただきたいと思います。どうも、はじめまして。西岡祐希と申します。年は30歳になります。今年でもともと筋トレが趣味で、6、7年ぐらい前から鍛えることにハマってたんですけど、自分 その動ける体作りとか、男としてちょっと強くなりたいっていうのもあって、大学の先輩でもある松井先生に指導をお願いした所存でございます。以上です。西岡君は僕が名古屋学院大学っていう大学にいたんですけど、その時 の後輩でもあります。で、その大学での出会いもトレーニングルームがね、トレーニングルーム、そう、僕は、その時当時空手部 で空手の練習がてら、あと、筋トレが、トレーニングルームあるんですけど、そこで僕が黙々とトレーニングやってた時に、西岡君がいて、その時ね、バキバキだったもんね。そうですね、もっとキャッシャーだったし、ガリガリの学生だったので、ただそれからはしばらく、ね、僕とは会ってなくて、で再会の場っていうのも一回街中ですれ違ったぐらい で、あとはここの近くにトレーニングジムが、ここ数年できたんですけど、そこでお互い会員になって、鉢合わせたっていう、ばったりあって、で、なんやかんやでまたその格闘技に、興味があるっていうことだったので、格闘技、ボクササイズやりますかってことで始まったんだよね。はい、からの、寝技をちょっとやってみたところ、ちょっと柔術にハマり出してくれたので、ドハマりして、はい、もう道着も1個あげました。どうすホランギっていうメーカーの道着なんですけど、僕のエンジョイ BJJ ライフのオンラインショップでも発売してましたので、ぜひチェックよろしくお願いします。ということで、今日は、柔術の基本的な初心的な動きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。パチ、押す、押す。はい、じゃあ、ラストガードの、ムービングをやります。下の人はまず相手が足持ってきた時の動きを想定してやります。下の人は相手の両袖を袋取りします。これ中から指だけこうやって入れると、これは柔術のルール的には反則になりますので、外から巻き込んで指を引っ掛けるだけ。親指は中に入れなくても大丈夫です。指を引っ掛けるだけ、そんなに力はいらないですね。で、下からのラストガード、まずセッティングのポジションは両方引っ掛けてからの方がスタートしやすいと思うので、今日は両方引っ掛けましょう。片方の足を突っ張って伸ばします。伸ばしたと同時にお尻を対角線上の反対に出します。こんな感じ、曲がってる方の足持たれてるので、これを外します。持ってる左手上に引き上げながら足を解除して、奥横に蹴るとこの手が外れます。で、足外れました。ここに足を入れたガード、これがラストガードになります。足の入れ方の注意点は、こう切ったこの体勢からだと足はなかなか入らないです。なので、この引っかかってる方の足に体重を乗せてお尻上げると足が入れやすいですね。こんな感じ、そうすると足が旋回できて上手に入れやすいです。ここまでできたら巻き戻します。最初のポジションですね。そしたら反対、左足突っ張って伸ばして、手を上に上げながら足を蹴って切ります。お尻上げて足を旋回、肘までいったら、このすねをちょっと外側に出すイメージでやると正面に戻りやすいです。これも巻き戻します。
この動きを繰り返します。やりますね。はい、こんな感じでやってみましょう。押す押す。次は、三角締めに、入るようなエクササイズをします。三角締めの具体的な締め方とかテクニックは、どうぞ先生方に学んでいただければと思います。まあ、もしくはその、まあ、今各種 YouTube とかでも細かい DTL とかはいろんな動画流れてますので、そちらを確認していただければと思います。で、先ほどここにいたような体勢で両袖持ちます。で、自分の両膝でちょっと軽く挟んでおきます。足上げの方の膝をまず先に入れます。膝を入れる。で、膝を胸に折っていきます。上げるときに左足は相手の付け根にスタンプしてますので、このスタンプを利用して腰上げながら足上げます。上げたら相手の背中に引っ掛けて、この腰を下に下ろすと同時に、この相手の持っている手横に流します。横に流したら残った足でバンします。ここまでちゃんと膝入れる、足引きつける、腰を上げたら背中を打った、腰を下ろすときに相手の手を流します。流したら最後また反対の足で打った。1、2、3、4、5、繰り返します。
としてもめっちゃある。うんうん。すごい。あ、今、お前もこれやると、こっちやる。これ腰上げないと、こんな感じで。はい。腰上げるだけで、だいぶ、足が閉じてる。全然違う。で、足首も伸びてると、あんまり嬉しくならなくて、曲がってると、こうやる。うわ、ほんとだ。全然違うわ。そう。寄せて、ここからガポって感じ。うん。イメージ。イメージ。すげえ、こんな違う。違う。ムーブメントをします。まあでも僕がわざわざお見せするほどのものではないですけど、スイープとマウント、スイープ2ポイントで、マウントで4ポイント6ポイント入る、ポジションになります。クロスガード、足をクロスした状態からやります。で、上の人は両手を床についておいてあげてください。これぐらいでいいです。はい、最後に腕をキャッチするところで終わります。肘を起点に起き上がったら手ついて相手の方の手を中に入れる。ここまで。反対側も肘起点に起き上がって反対の手を差し込んだら終わり。これだけ。遠すぎても起き上がりづらいので、肘はなるべく自分の右斜め前に置いておいた方が起きやすいです。ここで相手が嫌がってこの手をもっと内側に締めて、この頭密着とかさせてきたら、はい、ここからこっちに。これ楽しいし、相手大体動くようなら、今度またここを狙いに行くか、このままにします。
だからクロスガード入ったら必然のところ両手ついちゃダメっていうのが分かるよね。今日はラストガードのムーブメント、三角締めのムーブメントで、最後、ヒップスローに入るようなムーブメントをやりました。でこれもあの初心者の方でもやりやすいような動き方になりますので、ぜひあの付き合ってくれるお相手の方がいたら試してみてください。じゃあ今からスパリングしましょうか。おっす、はい、スパリングよっしゃ